本日はお忙しい中、またお足元の悪い中をお集まりいただきましてありがとうございます。このシンポジウムの様子は YouTube で生中継もしておりますので、YouTube でご覧の皆様もありがとうございます。ただいまより予備役ブルーリボンの会主催、拉致と国防に関するシンポジウム、北朝鮮有事における邦人保護を始めさせていただきます。本日の進行役を務めさせていただきます、私東海広報部会長の桂木奈美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに皆様にお断りしなければならないことがございます。本日登壇予定でした予備役ブルーリボンの会幹事長の伊藤助康がちょっと体調不良になってしまいまして、登壇できなくなってしまいました。元気の塊みたいな幹事長なんですけれども、1週間ほど前からめまいがひどくなってしまったそうで、ちょっと二足歩行が不可能な状態という、なんか壁を伝わらないと歩けないというような状況になってしまったということで、さすがにそんな状況で出てこいとも言えずに欠席させていただくことになりました。まあ、幹事長はですね、50歳近くになるまで頭痛すら経験したことがないっていうような健康優良児だったそうなんですけれども、それで私、まあ、人の世の苦しみを知らないんじゃないのなんて嫌味を言ってしまったこともあるんですが、今はそのようにちょっと苦しんでいるようでございます。ただ YouTube は見られているはずですので、後ほどコメントが寄せられましたら私の方から伝えさせていただきます。それでは開会の辞を東海監査の木本明より述べさせていただきます。皆さんこんにちは。元陸上自衛官の木本でございます。本日はようこそおいでになりました。まずここに書いてある通り、拉致被害者を救う、そういう目的で我々予備役ブルーリボンの会ができてもうしばらく経ちますからね、ご存知の通りたくさんの日本人が北朝鮮に拉致されております。その数なんと300人とか400人とか言われてます。警察庁の発表によると882名が拉致された可能性は極めて高いと、そういうことでございます。この50年の間ですね、日本と日本人は何をやっていたか思い出すと腹が立ち悔しい思いがしますね。まだ何も救ってないんです。たった5人途中、来ただけでね、まだ、横田めぐみさんも帰ってきてません。なんとかね、取り返したいと思ってます。これからはね、お話じゃなくてですね、何かの部位、要するに力を持って交渉をし、そして取り返さないとならんと思っております。このままでは永遠に帰ってきません。力を持ってね、取り返しましょう。そういう覚悟でございます。そのためには、我々自衛官は傷を負うかもしれません。また、犠牲になるかもしれません。それはやむを得ないことです。日本を救う。ね、日本人を救うためですからね、拉致された日本人を救うこと、取り戻すこと、それは日本を取り戻すことになるわけです。これからも、この思いをね、まあ、さらに強くして、頑張って、なんとか取り返すために努力するつもりでございます。どうぞ今日はね、最後まで、我々の主張をゆっくりお聞きになってください。以上終わります。続きまして国歌の斉唱を行います。恐れ入りますが皆様お起立ください。
それでは本日の流れを簡単に私の方からご案内させていただきます。この後まずご登壇者お一人お一人からご発言をいただきます。東海代表の荒木和弘、幹事の吉本雅弘、そしてゲストスピーカーの島田陽一先生に一巡お話をいただきました後に、本日皆様のお手元にこのようなアンケート用紙をお配りしているんですけれども、この下の部分が質問用紙になっております。この質問用紙にご質問のある方はご記入いただきまして、その一巡後に回収をさせていただきたいと思いますので、お手元にご用意ください。係の者が回収に参らせていただきます。その後、参加してくださっておられます拉致被害者特定失踪者のご家族の方々から一言ずつコメントをいただきまして、質問用紙への回答も含めた会場との質疑応答を行いたいと思っております。終了は午後4時を予定しておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。それではここで荒木和弘の方より、前般6月5日に産経新聞に拉致被害者救出に自衛隊の活用という意見広告を出させていただきました。ご覧いただいた方、ちょっと手を挙げていただいてよろしいですか。ありがとうございます。ほとんどですね。よかったです、見ていただけて。その広告への反響も含めてお話をさせていただきます。それでは代表、よろしくお願いいたします。荒木でございます。本日は足元の悪い中、お忙しい中、多数の皆様おいでいただきまして本当にありがとうございます。で、先ほど司会の方から申し上げましたように、本来ここに幹事長伊藤が来てるはずなんですけども、ちょっと頭をおかしくしましてですね、何を今更というふうにおっしゃる方もいるかもしれませんが、今回ちょっと来れません。改めて代表としてお詫びを申し上げます。本人はちゃんと電話で話はできるようなので、大丈夫だと思うんですけれども、このところ、いろいろ亡くなる人が私の周辺でも多いもので、やはり生きてなきゃ先につなげることできませんから、皆さんもお体の方はどうもぜひご注意ください。さて、それで、このお配りしてある資料の中にありますこの産経新聞の意見広告、6月5日に東京本社、大阪本社両方ともですね、全国に載せました。で、この中にも会員外の方で、署名をいただいている方が何人もございます。改めてこの場で御礼を申し上げたいと思います。で、この広告を出しましてから、ともかくよくやってくれた、あるいはじゃあということで寒波をしてくださったりとか、自分も署名をしたいという方とか、そういう方が相次いで、いただいておりまして、私たちは本当にありがたい思いでございます。ただ残念なのは、これに対して、防衛省ないしそういう関係の人からは少なくとも公式的なコメントは全くないということであります。要は黙殺をしていると、議論をしたくない。で、批判的な人はいていいんですね、もちろんね、これ議論するためにやってるんですから、だから批判的な批判的で表に出てですね、我々と議論をしていただければ本当にありがたい。この場にもですね、そうするべきではないというご意見をですね、の人がパネラーとして入ってもらえば、もっと良かったんですけども、なかなかそういう形にはなりません。フロアに皆さんの中でもしそう思われている方がおられたら、後で質問とか書いていただいて、ぜひ出して議論の場にさせていただきたいというふうに思います。で、我々からすればこのシンポジウムですね、今まで10回ぐらいなんだかんだといろんな形でやってまいりましたけれども、その間この自衛隊を拉致被害者の救出に使うということに反対をする人たちのよく出てくる意見が、準備ができてないじゃないか、情報もないじゃないかということでございます。でも考えたら、この10年間あれば十分に準備もできたし、それから情報も集められたはずです。最初から
やる気がなくて、それをですね、できていない、できない理由にするということ自体が、まあ、極めて卑怯なことではないだろうかなと、いうふうに思います。で、今私、3年前に北朝鮮から亡命した、テイヨンホさんという元中英講師の方 の本をですね、読んでるとこなんです。まあ、こんな分厚い本で、平壌三階書記室の暗号という本でですね、去年ソウルで買ってそのままほっぽらかしておいたんですけども、この間講演会を聞きに行って、で、これやっぱり読んだ方がいいと思ってですね、今読んでるとこなんですが、まあ、大変面白い内容です。ちょうど日本語版もこの間出たばっかり、だそうですんで、ご関心があったら読まれたらいいと思うんですが、まあ、この中に書いてあることはですね、要は北朝鮮の外交というのはどうやったら人を騙せるかということだけだということです。核開発をともかくしたい、でそのためにどうやれば時間を稼げるかということをですね、もう90年代、からずっとやり続けてきたと。でそれに要は、まあ、アメリカも騙され、国際社会全体が騙されてきたということだと思います。まあ、このあたりは島田先生が、まあ、特に、一番専門なんで、また後でお話をお聞きできればいいんですけども、相手北朝鮮という国を相手にして普通の国との外交をやって拉致被害者を取り返すということはですね、もう絶対にできないと言っていいだろうと思います。5人が帰ってきた2002年の時は北朝鮮が追い詰められていて、もうそうせざるを得ないような状況だったからしたわけであって、順を追って外交交渉をやって相手が信頼感を持って返してきたわけでも何でもない、もうどうしようもなくて返してきたということなので、これをまた次を実現するためにはもうどうしようもなくて返さざるを得ないという状況を作る以外の方法はないだろうと、いうふうに思います。でそれはもう北をともかく徹底して圧迫をするということだけしかないですし、テヨンホ大使の講師の言われたお話の中で、私は後で質問をしまして、まあ、ともかくこの核の問題でも人権問題でも解決するためには、まあ、要は交渉じゃダメだろうと。で、北朝鮮の体制をですね、変えるしかないでしょうと。でだとすると北朝鮮の体制の弱点は何でしょうかということをお聞きしました。でその時に天王さんの言われていたのは、北朝鮮の体制が成り立っている3つの柱がある。一つは情報の閉鎖である。それからもう一つは国内における、まあ、暴力的な圧迫、つまり強制収容所とか公開処刑とかですね、そういうものによる国内の弾圧、それから外国に対する、まあ、威嚇ですね、この3つだと。で、一番最初のものはこの情報に関しては外からもっとやることができると。情報を送り込んで、そしてもう北朝鮮変えていくことができるのではないだろうかというふうに言っておられました。で、まあ、実際北朝鮮の中は今DVD とか韓流のですね、ドラマとか DVD とか、まあ、映画とか、USB で入ったりとかですね、いろんな形で情報が入ってます。で幹部によっては、ソウルで放送された放送をですね、そのまま、受信をできるという、まあ、機会が持っている人がいるんだそうです。で、ソウルで放送された番組がもう翌日にはですね、平壌の市場で売り出されるというような状況だそうで、これはもう昔だったら絶対にありえないことだと思ったんですけども、それがもう起きていると。だからこれはやはりですね、大きな変化につながる可能性があるというふうに言っておられました。で、まあ、これはいろんな形で我々もやってるんですけども、そのことと合わせて、まあ、テヨンホさんはその後の国内への圧力とそれから国外への威嚇については、まあ、自分たちはちょっとどうしようもないんじゃないかというふうにおっしゃっておりましたが、あえてこの国内
への国外への対する威嚇に対してももっとやり方があるのではないかと。で、我々は今までですね、いわゆる専守防衛ということで、基本的に戦わないということを、まあ、前提にしてきた、まあ、相手が来れば戦うけどもそうでもないければ戦わないということにしてきた、威嚇も報復も全く想定外であるというふうにしてきました。でその、まあ、ある意味で言うと行き着く先がこの間の空母いぶきという、なんとも間の抜けた、不完全燃焼しているうちになんか火が消えてしまったような映画、でございますけれども、まあ、あの映画を見ると逆にですね、専守防衛というのはいかに無理なことか、無茶なことかと、できるはずがないことかということがお分かりになると思います。で拉致被害者の救出にももうこの専守防衛という体制ではですね、基本的にはもうできないと思った方がいいです。これは別に自衛隊だけの問題ではなくて、この国全体の問題なんですけれども、今この国はですね、国際秩序が守られていて、そういう中で話し合いをすればなんとかなるだろうということで事態が進んできている。で拉致被害者の救出もそういうふうに、していた。で、平成17年だったと思います。6月に参議院の内閣委員会で、森裕子さん参議院のですね、当時の細田官房長官に具体的にどうやって拉致被害者を取り返すんですかというふうに質問をしたときに、細田さんの答弁というのは、北朝鮮も国ですから、その国の中にいる人間についてはすべての権限を持っています。だからこれは我々としては話し合いをして、でやがて、分かりました、いました、返しますと言って帰ってきたらば、日本に戻ってこれるんですという趣旨の答弁をされている。で、これ普通の国でもし同じ答弁をしたら、大抵のどんな小さい国でもですね、内閣一つ吹っ飛ぶだろうと思います。でも誰も問題にしなかったと、まあ、私は問題にしてるんですけども、ほとんど誰も問題にしない、野党もですね言わないし、それからマスコミもですね、全然突っ込まないということでございました。でもそれで帰ってくるはずはないです。根本的に今の安倍政権も含めて歴代の日本の政権、自民党であろうが民主党であろうが、その政権のやってきたやり方で拉致被害者を取り返すというのはよほどの行幸がない限りできないというふうに考えた方がいいだろうと思います。で、この間ちょっとだけニュース出ましたが、6月15日に韓国の東海岸、サムチョクというところなんですけども、そこに北朝鮮 の木造船が、やってきました。でこの船は、キョンソンという鏡の城って書くんですけど、北朝鮮の環境北道の港を出て、そして九仙台のあたりで2日間偽装の漁をして、それから漁業指導船に燃料をもらって、そして南へ降りたと。で14日の夜9時ぐらいにサムチョクの沖合に着いて、そこで夜が明けるのを待って6時過ぎにサムチョクの港に接岸をしたと。で、20分ぐらいしてから付近を通りかかった住民が、変なのがいるっていうんで連絡して、これで明らかになったと。でこのことはですね、実はいろんな問題を含んでるんです。で一つは漁業監視船に油をもらってきたということであれば、これはもう最初からですねグルになってやった脱足だろうと。で、そして4人乗っかってたんですが、そのうちの2人が、北朝鮮に戻りたいと言って、2人は、まあ、亡命、まあ、韓国で基準と言いますが、したいというふうに言ったと。これも非常に不思議な話です。通常だったらば全員帰るというか全員残るというはずなのに、2人が帰って2人が残るって普通今までだったらちょっとありえないことですね。これはだから2人残ったらば帰った人間は後でおそらく相当の処罰を受けるはず、だからもう2人残るぐらいだったら全員残ってるはずなんですが、2人帰るというふうに言ったこと、
そして、まあ、もし途中で争いでも起きているのであれば、前の日の晩からですね、待機して朝入ってくるということはありません。それがあったということは何を意味するかというと、この2人はですね、その亡命したいといった2人を連れてくるための要因だったんじゃないかと。これ場合によったらば、まあ、ブローカー、脱足ビジネスということが行われているという可能性があります。で、韓国軍は海岸線の警備というのは日本に比べればはるかに、厳重にやってます。一応海岸線にずっとですね、鉄の柵を巡らして、そして、まあ、適所適所にポイントを置いてですね、軍の哨所があって、で、軍人があそこで銃を持ってですね、実弾入れて、で、警備をするということをやってるんですが、今回は全くそれに引っかからないで、入ってしまったと、陸地に上陸しちゃったということでですね、まあ、軍の方も責任取れということで今騒ぎになってはおりますが、これ逆に言えば日本よりははるかにですね、まともな警備をやっている韓国でもその調子だということです。だ、日本はいくらでも入れると、入れるのが工作員であるか、あるいは難民であるか、場合によったらば拉致被害者が逃げてきてくれるか分かりませんけれども、ともかく簡単に入れるという状態であることは間違いがない。で、簡単に入れるということを残念ながら我が国の政府はほとんど隠し続けてきているわけでございまして、こういうような状況をいろいろなことを考えるとですね、まあ、ぶっちゃけた話、今のシステムでやっていたらばこの国は絶対にですね、安全を守ることはできないし、もちろん拉致被害者を取り返すこともできないということだろうと思います。で、そこをですね、乗り越えなければいけないということで、まあ、そのための世論作りの一環がこの意見広告でもあったと。で、まあ、ここに何人もご家族が来られているんで、まあ、これもあんまり本当は言わない方がいいことではあるんですけども、少なくとも拉致をされていった人たちはですね、お花畑の中にいるわけじゃないんですね。それはもう普通の人間でも、このテヨンホさんの本でもですね、まあ、もう自分の身内が粛清されたとか、もう地方送りになったとかですね、こんな話はもうざらに出てきます。公開処刑されただなんだっていう話が出てくる。そういう国の中でですね、連れて行かれて、そこでものすごいストレスを受けながら暮らさなければいけない。逃げ出そうとしたらば場合によったらこうされた人だっているかもしれない。で、我々ついこの取り返せていないことを自分たちに財政まあ、こう食材意識みたいなのありますから、だからそれが逆になって、向こうにいる人たちもとりあえずいるからにはですね、いいある程度安定した暮らしをしているんだろうというふうに思いがちです。でもそう考えてはいけないだろうと思います。いつもし今日生きてたとしても明日死んでしまうかもしれないというような状態にあるんだと。だとすればもうともかく全ての手段を使って、やっていくべきだし、そして日本が本気になってこれも取り返すと、どういう手段でも使って取り返すというふうになってくるならば、この時は北朝鮮側もですね、俺はほっぽっとけないと、日本が何するか分かんないということになれば、その時に拉致被害者を返す話し合いに応じるとかですね、そういうことになってくるのではないかと思います。で、それでも全ては返ってこないと思います。でもともかく突破口を作っていかなければいけない。この国の構造自体を変えてですね、それをしていかなければいけない。まもなく参議院選挙ありますけども、参議院選挙終わったってですね、それは自民党勝とうが負けようが何にも変わりません、おそらく。で、まあ、この中でご意見の違う方もいると思いますが、安倍さんの憲法改正がですね、成功したところで何にも変わりません。拉致被害者の救出に何のプラスにもならないと私は思っています。逆に言えば今の憲法だってその気になって取り返そうというふうに思えば、憲法の9条だって9条2項の芦田修正の前項の目的を達するためにというのの憲法解釈を政府が変えるというふうに言うだけでほとんどのことはできるようになると思います。要はその覚悟があるかどうかであろうと、その覚悟を、まあ、国民みんなが共有するために、その一歩として、
ささやかではございますが、このシンポジウムを行っているところでございます。ぜひ後ほどフロアの方のご質問にも答えながら議論してまいりますので、一緒にですね考えて、そして可能な方は行動していただきたい、お願いいたしまして、とりあえず私のお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。情報に関してですね、情報がないから自衛隊が奪還に行くなんて無理なんだっていうことは私も本当によく言われまして、それに対する答えは今荒木の方からあった通りなんですが、今の話の中で私個人がちょっとびっくりしたことがありました。テイヨンホさんによると、韓国で放送された番組が翌日には北朝鮮の市場で出回っていると、それだけ時代が変わってきているっていうことはいい意味でどんどん利用しなくちゃいけないんじゃないかなと思いながら聞かせていただきました。では続きまして、東海の幹事で陸上自衛隊特殊作戦群の元副中隊長でありました、今は奈良の極楽寺の住職であり予備自衛官としても活躍している吉本雅弘からお話をさせていただきます。皆様こんにちは。先ほどですね、ご紹介預かりました、元陸上自衛隊特殊作戦群の副中隊長で、現在は奈良県の浄土宗、極楽寺の住職をしております吉本祥光と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今朝ですね、奈良を出まして、そして京都から新幹線で、昼前にですね東京駅に着きました。年に 1,2 回ほどですか、上京するんですけども、東京の印象はやはり目まぐるしく変わる、それが楽しい街だなというふうに印象を持っております。一方で私が今住んでいる奈良県、どうですか皆さん印象、もう多分このうちのほとんどがパッと死から出たんじゃないですかね。いや私は違う、多分大仏でしょう、大体この2つで集約すると思うんですけども、奈良はではどういう町なんでしょうか、変化があるでしょうか。多分皆さん、あまり変化がないんじゃないかなと思ってらっしゃるかもしれませんけども、奈良県は皆さんご承知の通り仏様がたくさんいらっしゃいます。諸行無常の変化が静かに行われているのがこの奈良県です。奈良県にあります神社、それからお寺はですね、ほとんどが木造です。もちろんそこの仏様も木造です。木造というのは完成したところから変化をしていく、変化というのはすなわち劣化なんですけども、木造というのは完成した瞬間からですね、変化すなわち劣化をしていく宿命になります。ですから静かに静かに変化をしていく、こういう町でございます。私のお寺もその例に漏れずですね、いろんなところが傷んでおります。その痛みのあるお寺なんですけども、今年ですね、300名ほどのありがたいご寄進を賜りましてですね、ご本尊阿弥陀如来様の修復をすることができました。そのうちのご本尊ですけども、昨はですね、実は鎌倉の後期ですから約800年前ほどの作品という言い方はちょっとあれですけども、作品になります。皆さんどうですか、800年前と言いますと、古いな。ところがですね、この800年前と言いますと、その古さだけでひょっとしたら何かの文化財指定、国宝までいかないとしても県なり市の文化財保護指定をされるんではないかと思いでしょうけども、ここ関東ではですね、800年前のものですとほぼ何らかの指定がかかるそうなんです。ところが奈良県はですね、800年は若いんです。ですが鎌倉ですと、うんっていう感じなんですよ。私はやっぱり自分のご本尊ですから、800年前か、800年間ずっといろんな人の思いを聞いていらっしゃるんだなということで、非常に毎日ありがたく思うんですけども、そのようにして実は800年っていうのは全然若くないらしいんですね。この文化財指定ということなんですけども、皆さん国宝もしくは重要文化財などの文化財指定をされるとですね、
何か国が守ってくれる。そしてまたこのように指定された仏様、これは文化財としてですね、今までも国が守ってきてくれたんじゃないかと思いになるかと思いますが、どうでしょうか。実はですね、そうなんですけどね、実はそうとは言い切れないんですよ。皆さん、廃仏毀釈運動ってご存知ですか。明治の初期にありました。これは当時の新政府がですね、神仏分離令ですね、神仏分離令というのを発しまして、これをターンを発してですね、全国的に廃仏毀釈運動というのにつながっていったんです。仏教にとってとても大変な時代だったんですね。この運動のおかげで多くの仏様であったり、あるいは神社がですね、取り壊したり、あるいは焼き払われたり、あるいは海外に流出した、このようにね、激しい運動が席巻をしてですね、多くの仏像というのは失われたんです。このおかげで実は仏像がこうぐるりぐるる回ってですね、どこかの小さいお寺にポコッと本尊が入ってきたりしたということもあるんですけども、この廃仏毀釈運動によってですね、実は国が守ってくださるんではないかと、実は国がやったわけじゃないんですよ。ただその命令によってそれを端を発したと。これによって守られてないものがたくさんあったと。これはですね、拉致問題も同じなんですね。国が守るものっていうのは先ほど申しましたけども、その時々によって変わることがあるということなんです。この廃仏毀釈運動によって全国を席巻したこの仏様を捨ててしまおうという運動にあってもですね、大切に仏を守った集落や村もたくさんあるんです。その思いは何かと言いますと、そこに暮らす人々がその仏様を、全国がそういうふうな運動になったとしても自分たちで守らなきゃいけないという強い信仰心によって守られてきたという歴史があるんです。私たちも拉致問題を捉えるとき、拉致問題のみならずですね、いろんな問題を考えたときに、もちろん国がやることは大事なことでしょうけども、そうではなく、国がどうではなくてですね、自分自身がどうであるのか、自分が正しいと思うことをやるということは、私はとても大切なことであり、この仏様のですね、修復を見てですね、そういうことを思ったっていうのが、今日の最初に皆さんにお話しすることでございます。私たちは国がどうあれですね、自分で正しいと思うことをやっていくことがやはり大事じゃないかと、そういう思いでですね、今日はお話をさせていただきます。今日は自衛隊による拉致被害者の救出を責任ある訴状に乗せるということを目的でお話をさせていただきます。訴状に乗せるということは、これは拉致被害者を救出する、拉致被害者救出に結びつく議論をすることを責任ある訴状に乗せるというふうに私は定義づけております。議論の目的は拉致被害者を救出することです。したがって救出するための議論なんです。救出をしない議論は私にとっては何の興味もない。大切なことは救出をするための議論をしましょうということです。いろいろな機会で自衛隊の元自衛隊のですね、高級幹部、あるいは元自衛隊の議員さんが、拉致被害者救出は自衛隊によってはできないということをおっしゃる方がいますし、私も何度かそういうことを耳にしたことがあります。その理由はですね、もう大体決まってるんです。まず憲法上できない、それから情報がないからできない、でさらには自衛隊の任務ではないからできない。これらはですね、すべて言い訳です。救出しないことをできないというふうに言い換える言い訳なんです。救出しないということをできないというふうに言ってますけど、結局しないんですよ。
しないための言い訳を並べてるんです。救出をするために憲法を変えればいいじゃないですか。いや、大変難しいの分かってますよ。私だって子供じゃありませんし。でも必要であれば憲法を改正、もしくは解釈を変えればいいじゃないですか。情報がないんでしたら情報を集めればいいんじゃないですか。救出に必要であるならば自衛隊の任務にすればいいじゃないですか。それだけのことではないですか。ここがスタートなんです。これはでも全てちゃんと目標を見定めているんですね。救出をするためにどうするかというような考え方で考えていきますと、まずやることは救出ができない理由、これが問題であればそれは課題にするんですよ。課題にして何とかしてこれを解決していく。そうすれば少しずつ救出につながっていくと。これをしないんであればですね、すべてしないことをできないというふうに変換する言い訳にしか過ぎないんです。まあ、結論から言いますと、こういう方々の話は聞かなくていいです。はい。まあ、元も子もないですけどもね。救出するとしてですね、それに必要な人、物、金、これを動かせる人とその組織が議論、議決、そして実行、すべてに責任を持って救出に向けて議論すること、これが必要ではないかと私は思っております。拉致被害者の救出において、まあ、国会あるいは世論世論ではですね、北朝鮮との対話が大事とよく聞きますね。ちょっとよく考えてほしいんですけども、相手があっての問題解決ですから、対話って当然なんですよ。わざわざ対話なんて言わんでも当然対話はするんです。いつでも対話の扉を開けておくことなども当然のことなんです。その対話ができない、あるいは対話では解決ができないことを考えて、対話以外での解決方法を検討準備することが必要があるということなんです。まあ対話対話って言いますけどね、いや当然対話するんですよ。大事なことは対話でどうにもならない場合準備をしておくこと。これ多分皆さん普通の生活でも会社経営でも、まあ、私はお寺ですから人経営って言うとおかしいですけども、当たり前のことですよね。自分が何かをしようと思った時にこれではできないことは違うことを準備をしておくっていうのは当然のことです。ではその対話以外の解決には何がありかと言いますとですね、もう拉致被害者に関しては2つしかないです。これも去年も言ってるんですけども、拉致被害者をですね北朝鮮に解放させるか、これなんで私がこの言葉を言うかですね、あの耳障りのいいというか耳当たりのいいですね、帰国とかそういうことに言い換えるんじゃないですよ。何か物事をするときは明確にはっきりさせなきゃいけないんですよ。解放させるか、それかですね、我が国が実力でですね、拉致被害者を奪還するんです。この2つ以外はないです。拉致被害者の救出、対話以外で、対話でですね、帰ってこなかった場合、被害者の救出というのは北朝鮮に解放させるか、我が国が実力で奪還するか、この2つしかありません。この2つをするためにどうやっていくかということを日本国民全員が考えていく。もちろんそれは国会議員の先生方がほとんど追うべきことが多いですから、それを後押しするのは私たちです。では我が国が実力で北朝鮮から拉致被害者を救出すると
まあ、奪還ですね、我が国が自力で奪還するとは、どのようなイメージになるか。なおこの行動はですね、もう当然のことながら我が国にあっては自衛隊しかできません。ではこれから皆さんにこの自衛隊の行動をですね、具体的にイメージしていくように少しお話をいたします。自衛隊の行動そのものに大きな影響を与えるものにはですね、北朝鮮の体制の変化というのがあります。この変化は、特に情報の収集ですね、情報、それから救出行動に非常に大きな影響を与えます。このことをですね、作戦の様相といたしまして、実際に作戦を行う、まあ、現場でですね、作戦に従事をする者の視点から、イメージしたものです。このイメージは、特に直接作戦にですね、影響を与える影響の違いを分かりやすくするために、まあ、2つの例を出しております。ですからこれがですね、この通りになるというわけではなく、今回イメージを皆さんにしていただくために、まあほぼこのようになるでしょうという特徴的なものを特に抜き出して、色濃くですね、特に一番影響のあるものについてこのように2つ並べております。まず環境ですけども、作戦を行う代表的な環境としては大きく2つですね。今の体制、独裁体制ですね、それからその体制が崩壊した後の作戦、まあ、大きくこの2つに分かれると思います。でこの場合の作戦の行う環境というのは、作戦を行っている場所とかそういう空間ですね、この特性ですけども、まあ、この通りイメージとしては硬い殻に囲まれた、これ北朝鮮ですね、北朝鮮は硬い殻に囲まれた、まあ、言われると一言で言うとブラックボックスのような状況、移動ですね、まあ、救出するとしまして、まず潜入をする、それから離脱をする、それからこの北朝鮮国内で移動する、まあ、これら全ての移動が極めて困難である、それから情報、それから現地での協力者の獲得が極めて困難である。で3つ目ですね、拉致被害者の移動は極めて困難。これが言わんとすることはですね、拉致被害者は自ら逃げてくるということも難しいでしょうということで、まあ、大きくこの3つの作戦環境の特性がある。体制崩壊後はですね、まあ、これが逆になるんですね、ほぼ逆です。移動が、まあ、容易ではないですよ、可能になると、こちらに比べると、それから情報、現地協力者の獲得も可能になってきます。それから拉致被害者の移動も状況によっては可能になる場合があります。このような環境の中で、では救出作戦を行うとなると、もうこちらはですね、もう代表的な潜入をして拉致被害者を抽出してくると、こういう形になります。でこの時に大事なのはですね、拉致被害者のこの位置がですね、特定されてなければダメなんですね。外邸、まあ、この辺りにいるだろうではやはりちょっと難しいんです。特定までして、そしてそのわずかなチャンスをものにして潜入して抽出してくる。でさらにこれが同時に別の場所に複数の拉致被害者があれば、白紙的には同時並行にやらないと作戦の成功率は低くなります。まあ、これが一般的な特性です。では一方の体制崩壊後になりますと、まあ大体このような運用で自衛隊は活動することができると考えています。拉致被害者の救出はですね、今度外邸している場合でも構いません。多分この辺にいるだろうでも構わないです。そこに行って捜索して救助して、あるいは救出してくればいいです。で他にはですね、まあ、成果を拡張というのは、拉致被害者のですね、まあ、場所を教えた者には報酬を与えるとかですね、まあ、このようにして現地の人を使って
一つの成果をどんどん拡張して救出に向かっていくという方法、あるいは拉致被害者の方を一人連れてきたらば、例えば何百万なり何千万お渡ししますと言って連れてきていただく、まあ、このようにですね、いろんな柔軟な動きがこちらの方にはできているんです。現代制での作戦では、まあ、情報の精度角度が成功のもう必須要件ですね。それから複数目標の場合は同時に実行できる力が必要になってきます。これが今の体制でもし救出作戦を行うとなればこのような特性があります。で、一方で体制崩壊後の作戦としては大事なことは柔軟性適応力が成否を分けるということです。これをもう少し分かりやすく言いますと、今の体制での作戦の場合はですね、ここにいたとなったときにもう見逃すことも空振りも許されない、必ず入ったら必ず抽出してくる、見逃しも空振りも許されません。でもこちらはですね、まあ、この辺にいるよと言って行ってみたけどいなかったという空振りは許されるんです。でも行かないという見逃しは許されません。それを一言でそれぞれの作戦の特性を一言で申し上げると、こちらはですね、もう数少ないワンチャンスを確実に、まあ野球に例えると打たなければならない、ワンチャンスを確実にものにしなければならない作戦というので非常に難しいと言いますから、できないと言ってません。それからこちらはですね、こちらはバッターボックス、まあ、野球で言いますと、まあ、北朝鮮内に立ち続けること、いつまでもそこに長く長く居続けることが大事なんですね。これがこの作戦のこの2つの体制の違いによって作戦がこのように変わりますよということを皆さんの方にイメージとしてご説明させていただきました。これをもってですね、自衛隊が全てこうなるかとは限らないです。あくまで私が考えている話でございますので、ただ自衛隊の任務というのは今も申し上げましたけども、一つ考えられるとしては、この体制の変化によって、まあ、環境の変化によってですね、自衛隊が行える可能性と行うことの必要性というのが違うものが生じてくるということなんです。それぞれの環境の変化に、もちろん作戦はですね、主導性を発揮しなきゃいけませんから、自分たちでこの環境をコントロールするという考えもございます。もちろんそれは当然していくんです。それにはやっぱり外交とかですね、当然必要になってきますから、いずれにせよこの作戦が自衛隊独自だけでできるというわけではないんです。ただイメージしやすいように皆さんに自衛隊の運用というのはこうなりますよということで、イメージとして皆さんの方に今日は説明させていきました。もう一度申し上げますけども、環境変わればですね、自衛隊が行える可能性と、そして行うことの必要性が変わってきて、そしてそれぞれ生じてくるということです。その時に自衛隊がその時にですね、きちっと行動ができるように今準備をさせることが必要であり、それは間違いなく皆さんの後押しがなければできないということです。このようにさせるということがですね、このようにしようということを声に上げる、これが国民の声でありとても大事なことでございますので、どうぞ皆さん一人一人の声をですね、上げていただければと思います。皆さん今朝きっとあれですね、行ってきますと言って多分家を出てきたと思います。そしてこの後、まあ、どこかにフラフラっと赤ちょうちんののれんをくぐるかは知りませんけども、まあ、ただいまと言って家に帰ると思います。多分ほとんどの方がそうでしょう。行ってきますと言って家を出てきてこちらに来られ、そしてただいまと言ってお家に帰られるでしょう。まあ、その時に犬しか迎えてくれなかったとかいうのは、そういうのはもうそれぞれの家庭の事情がありますから、まあ、なかなか夫婦の仲もあるでしょうから、そこでは犬しか迎えてくれなかったとかいうのはありますけども、まあ、いずれにせよお家に出るときは行ってきます。
そしてただいまと言ってお家に帰ってくる。これは私は平和の基本だと思うんですね。行ってきますと言ったものがただいまと言って帰ってこれる、これは私は平和の基本だと思っています。私の息子次男ですけども、中学校を卒業して15歳で高校に行かずにですね、1年間自転車で日本一周したんです。で、行ってきますと言って自転車をこぎ出して、それから半年過ぎたら帰ってきますと、ただいまと帰ってきました。道中ですね、いろんな方に助けをいただき、あるいは励ましを受けてですね、15歳の少年は半年後にただいまと言って帰ってきてくれました。行ってきますと家を出た中学校1年の娘さんが今もただいまと言えず、そのただいまを待っているご両親がいます。それは拉致被害者のほとんどの方がそうではないでしょうか。ご家族が、私たちの国が行ってきますと出かけたならただいまと帰ってくる、それが普通であるために私たちは被害、拉致被害者を救出しなければならないと強く思います。拉致被害者救出にあたる自衛官は、自衛隊はこのただいまを守るために今いると思うんです。時には自分のただいまを犠牲にしてもですね、国民のただいまを守る、これが自衛官だと、ほとんどの自衛官がそうである、そのような思いで彼らは訓練をしております。彼らはですね、決して口にはしませんけども、覚悟を持って同胞を救う任務を待っている者が多くいます。最後になりますけども、今日私が話したことはですね、これはあくまでも現職自衛官の代表ではなく、あくまでも私の意見でございます。しかし私の仲間のほとんどは同じ思いだということを最後に申し上げまして、私の話とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。元自衛官ですとか、元自衛官の議員さんの中に、拉致被害者救出に自衛隊を使わなくて無理だという方がいらっしゃるけれども、その方々が理由としてあげる一つには憲法、二つ目には情報の欠如していること、そして三つ目には任務としてないから全て言い訳だということをきっぱりと言ってくれまして、気持ちよく思いながら聞かせていただきました。また環境によって自衛隊ができることは変わると、そのためにいざという時のために今何もしないで待っていればいいわけではなくて、いざという時にきちんと任務を遂行するためにも今準備が必要なんだ、そのための任務をですね、口には出さないけれども覚悟を持って待っている自衛官がいるという発言も私の中ではとても重く響きました。ありがとうございました。では続きまして、ゲストスピーカーの島田陽一さんにお話をいただきますが、今日皆さんのお手元にこのようなプリントを配布させていただきました。2017年12月1日の産経新聞正論欄に掲載された島田先生の論考になります。島田陽一先生は救う会全国協議会の副会長でもいらっしゃいまして、雑誌正論にも連載をされていますし、今日の夕刊フジにもインタビュー記事が掲載されているんですよね。そのような方なんですけれども、私はこの2017年のこちらの記事で予備役ブルーリボンの会の直接の関係者以外の有識者の方から、下の方を見ていただけますでしょうか。小見出しで、自衛隊は拉致被害者救出に赴けということを明言してくださっている、この記事に大変感銘を受けました。勇気のある方だなと思って、いつかご登壇いただきたいと思ってたのが今日かなって大変嬉しく思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。どうも、本日はお招きいただきましてありがとうございます。私普段アメリカのことを研究していますけれども、その関連で、失礼いたしました。北のサイバー攻撃かもしれませんが、
まあ、大丈夫そうなんで、いいですか、はい。でですね、まあ、主にですね、アメリカの、まあ、強硬保守派の人たちと、数十年来意見交換を重ねてきまして、まあ、そういうグループの、まあ、リーダー格がジョン・ボルトン、現安全保障担当大統領補佐官、今日本に来てますけれども、で、まあ、そこにおられる家族会の松本さんと一緒に会ったのも含め、過去にボルトン氏とは、6、7回意見交換もしておりますし、またボルトン氏に非常に近い人たちと私、まあ、日常的に、様々なやり取りをしております。でたまたまそういう人たちが今アメリカの政権の中心にいますので、まあ、彼らのですね、発想というものをいろいろ織り込みながら今日のお話を進めたいと思います。まあ、それでですね、まあ、法律上の耳障りな音を続けざまに出してしまいました。申し訳ありません。本当にサイバー攻撃かもしれませんが、ちょっと様子を見ながら進めさせていただきたいと思います。皆さんお耳大丈夫でしょうか。まあ、このぐらいのことで動揺して入れたら救出はできませんから、落ち着いてやりますけれども、まあ、それでですね、まあ、いわゆる北朝鮮の、まあ、混乱事態が発生した中でですね、どのように拉致被害者救出するかをテーマにお話ししたいと思いますし、まあ、法的なですね、憲法上どうこうとかいう問題はもう荒木さんも触れられましたし、かつ今のトランプ氏がやってることを見てもですね、大統領の行政命令という形で野党が憲法違反だとか法律違反だとかいうことをガンガンやってるわけで、それで訴えられたって裁判で結果が出るまでの間にさまざま政策を進めちゃえばいいんだと、そのぐらいのですね、政治的な意思を日本の政治家も持てばですね、いろんな法的な障害もクリアできるだろうという一般論で、ちょっとここは法律問題を済ませておきたいと思うんですけれども、それでは北朝鮮の混乱時代、これはまあ今アメリカは、まあ、ボルトン氏などは北朝鮮が核兵器を放棄するとは一切思ってませんから、ともかくガンガン圧力を強化して、追い詰めて、経済的に追い詰めて、まあ、内部的にクーデターなり民衆蜂起が起こって、その政権が変わる、それをまあ目指しているわけですね。で、まあ、それが実現すれば一つ大変望ましいシナリオですけれども、で2番目にはまた北朝鮮とアメリカの間が緊張して、例えばニューヨーク沖、ワシントン沖に着弾するようなミサイルを北が撃ったりですね、核実験を繰り返すようなことになれば、アメリカ側から先制攻撃といったことも十分あるでしょうね。ボルトン氏などはそういうことを進言すると思いますけれども、まあそういった状況からですね、まあ北朝鮮で政権が倒れると、で混乱事態に陥ったというのを前提にしてですね、以下いろいろ考えたいと思うんですけれども、まあ、最もいいシナリオは、直ちにまともな新政権が生まれて日本人拉致被害者全員返しますと、こうなればいいんですけれども、まあ、そういうですね、いい話を前提にするわけにもいかない。でよりですね、可能性があるのは、そのお配りいただいている新聞正論にも書きましたけれども、北朝鮮が相当期間、無政府状態に陥ると、これかなり可能性が高いと思いますね。つまり、キム・ジョンウンにあくまで忠誠を誓う連中が残党となって、各所で武器を持って立てこもったり、いろいろ悪いことする。
あるいはこれまで武器を奪った民間の集団が野党のような状態になって、で外国人を人質にして立てこもる、こういうことをよく世界中で起こってますけれども、その人質にされる外国人の中に日本人拉致被害者も含まれるかもしれない、まあ、そういうですね、正規軍というものはもう崩壊しているけれども、武器を持った武装集団が各所にいると、こういう状態、これはですね、やはりこちらも武装した自衛隊の特殊部隊のような存在がいかなければ対応できないと思います。なお以下はですね、自衛隊の特殊部隊という、まあ、一般名称で話を進めたいと思うんですけれども、で日本政府の人間といろいろ話しているとですね、願望的に4つぐらいのシナリオを考えているんですね。つまりアメリカが北朝鮮を統治してくれて、ちょうどイラク戦争の後アメリカ軍が暫定統治機構というのを作った、でイラク人を名目上のヘッドにしてですね、実際にはアメリカ軍が占領軍として治安も維持すると、で民主化まで面倒を見ましょうと、でそうなった場合にですね、そのアメリカの暫定統治機構の要請を受けたという形で自衛隊が北朝鮮に入っていって、捜索活動をすると、まあ、こうなればですね、憲法上の問題もクリアできると、あくまで相手国政府の要請があれば入っていけるということを政府は、まあ、そこまでは言ってますから、だから暫定統治機構を仮の政府とみなして要請があればと。ところがですね、このアメリカが北朝鮮を統治してくれるというのはこれ現実にはないと思いますね。それはイラクで泥沼にはまった、やはり悪夢がまだアメリカの場合強いですから、でここでもちょっとボルトン氏を持ち出しますと、彼回顧録の中でもイラク戦争は正しかったと、サダム・フセインを除去したのは正しかったということをあくまで主張しております。ただしその後ですね、暫定統治機構を作って民主化もアメリカ軍が面倒見るんだと、ずっと長く言ったと、そのことによってさまざまなテロ集団から攻撃を受け、相当な米兵が死ぬことになったと、これが失敗だったと。でだからあたかもイラク戦争全体が失敗だというようなくくりの議論があるけれども、そうじゃなくってサダム・フセインを除去したところまで正しかったと、その後ですね、もうさっさと引き上げるべきだったんだと、これがボルトン氏のイラク戦争の総括ですね。だから北朝鮮に関して同じような先制攻撃アメリカやったとしても、まあ、ボルトンなんかは米軍が統治なんかせずに、あとはまあ韓国なりなんなり任せましょうという態度を取るだろうと思います。で、まあ、2番目のシナリオとしてですね、政府が期待しているのは、韓国軍が北に進んで北朝鮮地域を統治してですね、そして日本人拉致被害者を見つけたら日本に返してくれると。しかしこれはですね、第一のシナリオよりも可能性低いじゃないかと。ムンジェインですから、ムンジェインのまあ発想としては、いやその金正恩委員長の許可ないし要請がない限り韓国兵は一人も38度線超えさせないと。でまず大事なのは全力を挙げて金正恩委員長の安全を確認し、そして南北首脳会談を開いて前後策を話し合いたいと、まあ、こういう態度をムン・ジェインは取るでしょうね。したがって韓国軍が北に入っていって統治してくれる、これは期待すべきじゃないと思います。で3つ目はですね、この中国軍が北から入ってきて混乱状態の北を収めてくれて、そして日本人拉致被害者見つければ日本に返してくれるんじゃないかと、こういう願望を口にする政府関係者もいるんですけれども、これは私その、正論コラムにも書いたことなんですけれども、中国としてはですね、そのコストがかからないならやると思いますけれども、ただですね、混乱しているインフラもガタガタ、そこを統治してですね、傀儡政権を作って、経済的にも上げていくとなると相当なコストがかかります。今アメリカから貿易戦争を仕掛けられて相当足腰がぐらついている、まあ、そういう中でですね、中国がどこまで入っていくか、まあ、おそらくですね、中国にとって重要な権益の確保、港だとかですね、その中朝国境に近いあたりの核施設などは、
まあ、そこから核物質が漏れたりすると中国にも悪影響ありますから、その辺の確保はしてもですね、全土コストをかけて果たして統治するというところまで中国が乗り出すかどうか、これは極めて疑問で、そして実はですね、これもコラムに書いたことですが、アメリカ側にはですね、実それ中国に実はやらせて中国の体力を北朝鮮で失わせようというような実は発想もあるんですよね。そしたら台湾に侵攻する余力も失われるだろうと。そしてアメリカは朝鮮半島を戦略的に重視してません、台湾に比べて。というのは仮に北朝鮮部分を中国に取られても、この日本列島から琉球諸島そしてフィリピンを結ぶ線でですね、いわば蓋をした格好になってますから、中国は北朝鮮の 港から自由に太平洋に出てこられない。したがってですね、あの辺中国にまあ苦労させておけばいいというような、まあハニートラップの言い方をしたんですけれども、そういう発想あるんですよね。で、中国もそれ分かってますから、体力を消耗しないように拠点の確保以上には踏み込まない可能性が十分ある。したがってやはりかなりの、その地域がですね、無政府状態で残されるんじゃないか。で、あとですね、4つ目のシナリオとして、国連が PKO の派遣を決めてくれて、その PKO 部隊の一員として自衛隊が入っていくというのはどうだろうかという話も聞くんですが、しかし国連というのは非常に動きが鈍い、そしてですね、まあ、それ実現すべく努力すべきだと思いますし、まあ、PKO 部隊派遣ということが決まった場合にですね、その一員として自衛隊が入っていって救出活動をするということも、まあ、実現すればいいなという想定のもと準備はしておくべきだと思いますけれども、しかしあまり期待して、いいシナリオとは言えないんじゃないかと。中国やロシアがいろいろ妨害もしてくるでしょうし、国連の場ではということで、まあ、私は最もですね、可能性のある、現実的に考えておかなければならないシナリオというのは、その先も言ったようにアメリカは一般の部隊は入れない、米陸軍を北に入れるということはしないですね。ただし特殊部隊をですね、送り込むということは、これは十分やる可能性がある。この特殊部隊の目的は独裁者の完全な無力化、隠れている金正恩を捕まえて無力化する、それから核兵器を確保する、そういった目的のために特殊部隊を入れる、これは十分あると思います。で、アメリカの特殊部隊、まあ、ネイビーシールズとか、グリーンベレー等々ありますけれども、まあ、ここでも一般名称として特殊部隊という言い方をしておきますけれども、これはですね、まあ、過去のアメリカ特殊部隊の活動、私もいろいろ調べてきましたけれども、全軍でフォローアップして活動するんですよね。だから実行部隊は例えばネイビーシールズのチーム6だったといっても、事前に CIA が完全に情報をきちんと取ったりですね。で、 CIA というのも秘密作戦部門を持ってますから、アメリカの CIA は単に情報を集めて分析するだけじゃなくて、攻撃型はドローンなんかも持ってますから、テロリストを見つけたら即座に CIA のドローンで攻撃して殺害したりしてるんですけれども、まあ、そういった実力組織でもあるわけですが、まあ、その CIA だとか、あるいはアメリカの海空軍がエアカバーですね、制空権をしっかり維持したり、あるいはその、まあ、殺害作戦なり救出作戦、やった後さっと部隊を引き上げるため、あるいは何らかのこの作戦にそこが生じてうまくいかなくなった場合に、救出に行くっていうのは、そういうですね、バックアップも含めて全軍体制で特殊部隊の活動、アメリカの場合やるわけですけれども、したがってですね、その特殊部隊は何らかの格好で北に入っていく可能性が高いんで、そのアメリカの特殊部隊と連携してですね、自衛隊も北に入って活動する、こういうことをやはりですね、考えていくべきじゃないかと。で、自衛隊の特殊部隊単独だと、これはエアカバーもないですし、いろんなこう CIA のような実力組織を持った情報機関も日本はない、まあ、そういう中でですね、自衛隊の特殊部隊だけ行ってやってこいというのは、これ極めてあまりにも過酷な要求であって、やはりアメリカの特殊部隊のような
全軍的な情報部門も含めたカバーを得ている組織と一緒に行動するというのが最もいいんじゃないかなというふうに思います。でちょっと具体例を挙げますと、この2011年5月、オサマ・ビンラディン殺害作戦、アメリカは成功させました。でこれは情報を取って、その居所がパキスタンのアブダバードというところのある施設にいる、これ CIA が掴んできて、そのお膳立てもしたわけですけれども、で実行部隊は海軍のネイビーシールズチーム6、特殊部隊中の特殊部隊、そのテロリストの突入してのテロリスト殺害とか、救出に当たる一番の精鋭特殊部隊ですけど、で、まあ、実はその当時そういう特殊部隊というのはアメリカは2つしかなかったんですけれども、たくさんあるんだと思わせるためにチーム6という6という番号をつけたということなんですけれども、実はこの作戦の過程でですね、これオバマ政権の時ですけれども、 CIA 長官パネッタという男で、当初はですね、ビンラディンの居所分かったと、これは B2 爆撃機2機でそれぞれ16発の2000ポンド爆弾落として、つまり合計32発の爆弾落として施設を粉々にしようかと、そしたらアメリカ側の特殊部隊が命を危険にさらすこともないと、殺害できると、それまず最初考えたんですけれども、それやるとですね、まずビンラディン殺害したとしても殺害したという証拠は残らないとなると、いや生きてるんだという伝説が一人歩きしてですね、テロがいろいろ続く可能性があると、やはり、ビンラディンを直接殺害してこの DNA を取るとかですね、その写真、死体の写真を撮るとか、そういうことが必要だと、かつそんなごつい爆弾いくつも落とせば、その周辺にも被害が及ぶし、かつここが大事なんですが、その敷地内にいる女性や子ども使用人等も含めて全部殺しちゃうと、それは問題じゃないかっていうんで、それは一応考えたけれども、一応排除をして、で2番目に無人の攻撃型ドローンで、例えばビンラディンが庭に出てきたところを、ドローンで襲って、そのミサイル発射して殺害する、これも考えたわけですけれども、しかしドローンが飛んでいって現地に行くまで時間かかりますから、ずっと庭にいてくれたらいいわけですけれども、まあまりにピンポイントすぎてですね、撃ち漏らす可能性がある、そうなるとビンラディンはすぐ居所を変えちゃうでしょうから、かつあまりにもうまくピンポイントで当たっても、これまだ人体が粉々になって DNA が取れないと、ということでその可能性も排除して、それで特殊部隊による突入作戦を結局実行をしたわけなんですが、で今の経緯から見ても分かるように、アメリカが北朝鮮において斬首作戦、逃げてる金正恩を殺害しようという作戦やる場合、最初はですね、やはり爆撃を考えると思いますね。その場合に日本としては拉致被害者がいる可能性があるようなところを爆撃してもらったら困るんで、できるだけその情報を取ってですね、いやここは爆撃しないでくれと、特殊部隊による突入作戦にしてくれというような要請をしなければいけない場面も出てくると思います。その時にですね、アメリカの特殊部隊だけ行ってくれと、日本知りません、ではですね、なんで日本人助けるのに米兵だけが危険を犯さなきゃいけないんだという話になりますから、当然ですね、そういうオファーをするときには日本の特殊部隊も一緒に行きますからということを言わなければ、それはアメリカ側から鼻であしらわれるでしょうね。で時間の関係もあるんでですね、このアメリカの北朝鮮に対する先制攻撃に関して、こういうことを言う人がよくいるんですよね。前からアメリカが先制攻撃をすると北朝鮮が1万砲以上の長距離砲を一斉にソウルに向けて撃って、ソウルが火の海になると、多数のアメリカ人も死んでしまうと、民間人が多数死ぬと、
だから先制攻撃なんかできないんだと、これ未だに言う人たくさんいるんですけれども、しかしこれはですね、現状を認識してない意見ですね。というのは今やですね、ソウルおよびその近郊にいる外国人のうち一番数が多いのは中国人です。100万人、2番目がベトナム人、3番目がアメリカ人、4番目が日本人。したがってですね、ソウルを非道民にするというのは100万人の中国人を殺すということなんで、これは金正恩にとって簡単に決断できることじゃありませんね。習近平はソウルは狙うなと、狙うんだったらアメリカ人だけ住んでるところに報復しろと言うでしょう。でアメリカ人だけが住んでる地域といえば米軍基地、ですから、そこがやはり標的になるというのはアメリカ側も分かってるんで、まあ、今後ですね、在韓米軍はまあ撤退という方向に行くと思います。でその前段階としてですね、今年の春になってアメリカは韓国との大規模合同演習すべてやめました。これは停止とか中止じゃなくて廃止なんですね。今後一切やらない。でこれらの大規模演習というのはすべてですね、北の侵攻から韓国を守る、および韓国から北に向けて反撃する、そういう合同作戦です。でこれやめた一番大きな理由は、このトランプ氏がやたらですね、経費節減とか言うんで、お金もったいないからやめたのかなと、思う人も多いんですけれども、それは副次的な理由であって、一番大きいのはですね、アメリカ兵の血を流して韓国を守る気はありません。今のアメリカ、いわんやですね、さっきも言いましたけれども、アメリカの地上部隊を北に侵攻させていっぱい死者を出しながら北を統治するなんていう気は一切ない。したがってそういうことを想定した大規模演習っていうのはいらないわけですよね。でもう一つは韓国と合同演習すると軍事機密が韓国から北に漏れると、したがって漏らさないためにですね、合同演習をやめる。ちなみにですね、合同の空軍演習、合同の海兵隊の演習もやめたんですが、それぞれ米空軍米海兵隊単独での朝鮮半島での演習は続けてるんですね。つまり経費は削減されてない。その部分ではやめたのは韓国と一緒にやることをやめた。つまり韓国であれば、まあ、要するに敵のスパイと演習しているようなもんだということですね、やめたわけで、まあ、要するにですね、何度も言ってますけれども、アメリカ軍が北に侵攻していって、平定して統治してくれるというようなことはないと考えておくべきですね。あと一言だけ加えれば、特殊部隊の作戦についてですが、これもちょっと具体例を挙げるとですね、アメリカの特殊部隊、さっきもちょっと言いましたけれども、まずその逃げている独裁者を捕まえて殺害する、こういう一種の斬首作戦ですね。それから大量破壊兵器を危険がないように確保する。でもう一つですね、例えば2003年のイラク戦争、これ実はアメリカが空爆を始める前に先に特殊部隊が地上から入ってイラクの防空システムを破壊するという作戦をやってるんですね。で、防空レーダーとまず特殊部隊が潜入して破壊して、そしたら米空軍機は安心して入っていって空爆できますから、まあ、そういうふうに開戦前にですね、すでに特殊部隊は入っていったりする、そういう存在ですね。で2007年、もう一つだけで挙げますけれども、イスラエル軍がシリアに建設中だった秘密核施設を空爆で破壊しました。これはイランが金を出して北朝鮮の技術者がやってきて、まさに問題のイランと北朝鮮が組んでですね、でシリア、シリアというのは中東にあるけれども石油出ないんで、お金あんまりない、イランが金やるからお前のところで作らせろということでやったんでしょうけれども、これイスラエル空軍が空爆で破壊しました。でこの時もですね、イスラエルの特殊部隊が空爆に先立って、これシリア軍の制服を着てですね、入っていって、そして北シリアの、防空システムに対して地上からレーザー波を当ててですね、上空のイスラエル空軍機にピンポイントで情報を送って攻撃させる、
それから地上からですね、電磁波の発生装置とかをバッとこう起動させて、そのシリア側のですね、防空レーダーなんかを攪乱する、そういう作業を特殊部隊が先に入って、やってるんですよね。ということで、そのアメリカやイスラエルの特殊部隊なんていうのは、これ開戦前の時点から、開戦そして戦争中、戦争後までずっとさまざまな、秘密活動をする、だからやはりそういう部隊とのですね、連携というのを日頃から、しっかり保って、で さっきも言いましたけれども、アメリカの特殊部隊なんかは全軍的なカバーを受けて行動してますから、そういうカバーの中に、まあ、入れてもらう形で、本当は日本自体でできればいいんですけれども、そういうカバーに入れてもらう格好で動くというのが、まあ、最も現実的、ではないかなと思っています。じゃあ、まあ、とりあえずこの辺で、はい、島田先生ありがとうございました。サイバー攻撃にもめげずに、大変具体的で説得力のあるお話をしていただきました。シナリオもまず4つご紹介していただきましたね。その中で実現可能性が高いこととして、アメリカは米陸軍を北朝鮮に送り込むっていうことはないものの、特殊部隊であったらあり得るであろうと、これと連携して自衛隊の特殊部隊も入っていかないと、まあね、自分の国民のを助けるのに自分の国の軍隊が出ていかないなんて鼻であしらわれるんじゃないかというお話もありました。この後皆さんに質問用紙をご提出いただくんですが、その前にせっかく特殊部隊の話になりましたので、日本の特殊部隊であった吉本さんの方からちょっと今の島田先生のお話に対するご見解というか、元特殊部隊員としてどうお感じになったかというところをお聞かせいただきたいと思います。最初に申し上げますけど、元自衛官の話ほどろくなもんはありませんので、最初からもう言っときます。もう現職じゃないので、まあ、覚悟はないんでね、やっぱり元自衛官というのは、ね、結局覚悟はないんです。まあ、ですから私が話すことは、まあ、一つの見解だなという感じで聞いていただければと思います。今先ほど島田先生のお話でですね、やはり一番私たちもですね、私たちしか私が現職の頃から、感じたことは特に一つあるんですね。それは全軍のフォローです。部隊が例えば100人動かすといったらですね、もうおっしゃった通り米軍全部が動くんですね。自衛隊ですと多分それはまずないです。その後ろがちっちゃいですから、後方も情報もそういう作戦を前でやる、その機能を支える兵隊から始まる情報から全ての機能、それから国を挙げてっていう部分がもうほとんどありません。ですからやはり、限界があります。まあ、もちろん構造上ですね、自衛隊というのは外政軍ではないということで、国内の警備警察の補完から出発しているというところからですね、今の体制になっている。まあ、もちろんアメリカとのこの体制というのもありますけども、まあ、そういうのも差し引いたとしても、やっぱり特殊部隊はですね、全軍のフォローを受けるというのが本当に、これはアメリカ軍本当にそれはすごくありますので、ですから私たちが陸上自衛官をですね、この救出をするときには、やはり日本全体のですねフォローっていうのがとても間違いなく必要だということを申し上げたいと思います。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。日本全体のフォローが必要だということですね。それではアンケート用紙を今から担当の者が回収させていただきたいと思いますので、ご質問のある方は先ほどご案内しましたように、この一枚紙の下の方を線のところで切っていただいて、お手数ですがちょっと手で切ってください。その上で担当者にお渡しください。回収をさせていただいている間に、本日会場にお越しの拉致被害者特定失踪者のご家族の方からコメントをいただきたいと思います。はじめに政府認定拉致被害者増本留美子さんの弟さんでいらっしゃいます増本照明さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。このように大勢の方が来てらっしゃると、ちょっと、嬉しい限りですけれども、今三方の話を聞いておりまして、やっぱりこの特に吉本先生、吉本さんがねおっしゃってる、その
日本全体としての。松本さん、ちょっと撮影の関係でお顔にライトが当たった方が嬉しいので、もう一歩内側に入っていただけますか。ライトが当たるところも、どうでしょう、当たってませんね。じゃあ壇上に上がって、あれはプロジェクターか。すいません、ちょっと映りやすいところに。島田先生もご協力ありがとうございます。ちょっと出てきていただけるとありがたいです。壇上がいいですね。はい、じゃあ壇上でお願いいたします。はい、あの日本全体がそのやっぱり一致協力してという話があるんですけれど、私たちは2002年、平成14年のこの拉致問題の公になった後、救う会と家族会では当然のように圧力強化、圧力経済制裁をという話をずっと言ってきたときに、世間の中でどのような反応があったかというと、拉致被害者数人のために日本全体を危険にさらしていいのかという、そういう批判を受けたこともあります。まあ、その個人個人皆さん平和だろうから、拉致被害者を救出するためにこの日本が戦争状態になったらどうするんだということだったんだとは思いますけどね。そういう人たちがいっぱいいる中で、今現在も日本が一つになって拉致被害者を救出するということはなかなか難しいのかなという思いです。5年前に5年、もう4年前でしたかね、安保法制のあれが問題がありましたけども、あの時私タワーマンションに住んでまして、でエレベーターで待ってたら全く知らない男性の方からね、安倍さんもその安保法制を改正するというか、安保法制 の論議をするんだったら、拉致被害者を救出するためにこの安保関連法案を通さなきゃいけないんだということを明確に言えばいいのに、なんかうやむやに言ってるから賛成しづらいよねって言われました。日本国民のおそらくその半分ぐらいは拉致被害者を救出するために、安全保障関連法案が必要だというふうに明確に言えれば賛成するという人たちも結構いたんではないでしょうか。それも全くなんかこうわけのわからんごまかし方をするからこういうことになるんだと思いますしね。今回の憲法改正に関してもそうです。拉致被害者を救出するためには今の憲法では絶対に取り戻せないんだから改正しなきゃいけないんですか、憲法を、だから新憲法成立とかね、そういう論調で言えばいいのに、なんかわけのわからないようなごまかしでやろうとするから国民に理解を得られない。私この日本の国民ってまだまともな方だと思うんですよ。だからその同胞を連れ去られてそれを取り戻せないかということに非常に憤りを持っている方たちが大勢いらっしゃると思うんです。ただ戦争は嫌だというふうには言っている方たちがまだまだ大勢いらっしゃいますよね。だからそこに指針というか、この憲法の問題もそうですけども、その総理がもう覚悟を決めて拉致被害者を救出するためにはこれ憲法を変えなきゃいけないとか、新憲法を成立しなきゃいけないんだということを明確に国民に知らしめて、そして議論の場を持とうよというふうに言えばね、いいのではないかなと思ってるんです。当然立憲民主党とか共産党とか反対するでしょうけど、その時にはじゃあ あなたたちは どうするのって、拉致被害者を救出しようとしないよと、さっき言ってみたように対話っていうんですけど、対話で解決できないことを今用意しておかなきゃいけない、それが憲法の改正であり憲法を発案するということだというふうに、説得する方法もあると思うんです。5年前に私選挙で出た時に、あれは、ストックホルム合意がもうあまりにも外務省がひどいことをやったもんですからね、頭にしてその選挙に出たんですけれども、その時に今の保守系の自民党の先生から直接電話来て、松本さんあんた戦争しろっちゅうのかなっていうふうに言われましてね、戦争する覚悟もなくて北朝鮮と交渉なんかできるかというふうにここまで出ましたけども言いませんでした。でも本当ですよ、そのぐらいの覚悟を持たないと北朝鮮と交渉して拉致被害者を取り戻すなんてことはできないんですよ。それから拉致議連の幹部の方がそうやって戦争しろっちゅうのかっていうふうに私に脅しをかけてきましたからね、この人たちはダメなんだろうなとそう思ってしまいました。それぐらいまだ日本ではその何て言うかな、拉致被害者を救出するために
軍事力を使うという強い意志を持った方たちがなかなかいらっしゃらない、そしてまだコンセンサスができていない、そのコンセンサスを得るために今回のこういうシンポジウムとか新聞広告とかは非常に考えさせる一つの問題点定義として良かったのではないかと思っております。以上です。ありがとうございました。松本さん、ありがとうございました。戦争する覚悟もなくて拉致被害者を取り戻せるのかとおっしゃった言葉が大変心に残りました。それでは続きまして特定失踪者藤田進さんの弟さんでいらっしゃいます藤田隆さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました特定失踪者家族会の今副会長という立場で、活動を2年前からやってますが、その前にからですね、私の兄藤田進に関してのですね、なんとか取り戻したいということで地元の川口で、活動をずっと続けてまいりました。今日からですねお配りの青いチラシがありますが写真展を川口の駅前でやってます。これは拉致被害者の出身地である田口彩子さん、それと川口に関係する特定失踪者の写真を全部、10年前から、毎年毎年やってますが、残念ながら具体的な成果は未だに上がっていないということです。今日はですね非常に今まで聞いたことのない話とか現実に救出する段階になった時にどういうことが想定されるのかということを具体的にイメージするということで非常にいい機会になったなというふうに思ってますし、もっともっと日本の国民がですね救出という言葉は分かると思いますが、じゃあ具体的にどういうふうに救出するそのイメージというのがなかなか湧いてこないと思うんですよね。でそれをどうやって一般の日本の国民の皆様に理解できるように、噛み砕いてですね、その救出に至るそういうことを考えていくかということで非常にいい機会だったと思います。今後ともですね、例えばおそらくですね救出の段階に なるとはいつか分かりませんが、ある日突然やってくると思うんですよね。でその時に、もうどうしていいか分からないということにならないようにですね、私もいつもですねそのある日突然を夢見ながらいつでも動けるような体制を家族としても一日本国民としても作っていきたいなというふうに思っております。今後とも皆様よろしくお願いします。ありがとうございました。藤田さん、ありがとうございました。救出のイメージっていうのがなかなか日本国民の間には湧かない中で、今日の話は大変良かったというお言葉もいただきました。またある日突然やってくるかもしれない救出にちゃんと備えておく必要があるということも心に残りました。こちらの本日から開催の川口市中央図書館での写真展もぜひ皆さんも足を運んでいただけたらと思います。それでは続きまして、特定失踪者生島孝子さんのお姉さんでいらっしゃいます生島恵子さん、よろしくお願いいたします。すいません、後ろの方からはるばる前に出てきていただきまして恐縮ですが、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。特定失踪者生島孝子の姉恵子と申します。これから申し上げること、せっかく今日は救出のためにと思って皆様お集まりくださったことをお集まりくださったのにご不快な思いをさせたらごめんなさい、先に謝っておきます。そしてこれは特定失踪者皆さんとあまり話し合いをしたことないものですから、私個人の意見として聞いていただきたいと思います。3つほどあるんですが、まず、皆様に特定失踪者
とは何か、拉致被害者とはどういう人たちなのかということを改めて確認していただきたいと思います。拉致被害者全員を取り返すと言って政府は声を高くしておりますが、その他にも拉致の可能性が特定失踪者とは言いませんが、特定失踪者のことをその他にも拉致の可能性が高いと言って800何人と発表しておりますということは、拉致被害者として特定失踪者は同じに扱われているわけではないと私は思っております。だけれども、拉致というのは、個人ではどうすることもできません。先生方皆様、覚悟覚悟とおっしゃってますように、私は政府が特定失踪者の拉致されている人は取り返す、救出じゃないです、取り返す覚悟を持ってほしいと日頃思っております。この覚悟がなくて、なんとなくその他にもいるよっていうふうに言われ、いや私国民の方たちもそこら辺、まあ線を引けというわけではないですけれど、皆様理解してるよ、分け隔てなくっておっしゃいますが、なんとなく喉に使えた骨のようで、私にはどう表現したらいいのか分かりませんが、なんか政府はやってくれてないんじゃないか、やってくれてないと言ったら言い過ぎかもしれませんが、もうちょっと積極的に扱ってほしいなと思います。政府が取り返す覚悟はなくて、このままいきますと、もう北朝鮮が認めて18年9年ですか、そこからでももう十何年って経ってしまってます。そして13歳の少女がっておっしゃるけれど、めぐみさんだってもう50代です。そんなになってるんです。そしてうちの妹たか子は戦前の人間です。安倍総理も菅官房長官も、申し訳ないけど荒木代表も戦後の方です。妹は戦前生まれです。そうすると、今年拉致されて48年、この6月で78歳になりました。命なんてそんなに長くいつまでも続くものではないですから、このまま行くと向こうで命が切れてしまう。そうしたら日本政府が拉致ということを認定じゃなくてもですよ、拉致ということを認めて対応してくれてない、情報収集なんかもしてくれてなくて向こうで死んでしまったら、その先はどうなるのか。戦後の兵隊さんですら死亡という通知は来たけど医師だったということを皆様聞いたことあると思いますが、その医師も死亡した、北朝鮮で死亡したという通知も今後来ないかもしれないんです。それを非常に私は恐れます。だから政府がどんな形でもいいから対応してほしい、強く望みます。その戦前の拉致された人っていうのは何人でもないかもしれませんが、これは私だけでもいい、ぜひ皆様ご支援いただきたいと思います。そしてもう一つはですね、拉致は本人が知らない、どこに連れていくか何をされるかも分からなくて密かに連れていかれてしまったんです。いろいろ政府の今までの政策もあったでしょうが、これを言っては皆様にお叱り受けるかもしれませんが、思い切って言いますけど、帰還事業とか脱北者の人たちは申し訳ない、北朝鮮に騙されたかもしれないけど、行き先ぐらいは分かってたはずなんです。だけど拉致の被害者っていうのはどこに連れていくかも分からない、ある日突然、本当に突然連れて行かれたんだと思うんです。ここら辺は少々違うんじゃないかなという気がするんですが、
もう私の個人的な見解ですから、お叱り受けるの覚悟しております。どうぞ皆様よろしくお願いします。生島さん、ありがとうございました。大変率直に胸の内を、あ、どうぞ。語っていただきました。ですね、残り時間の方がちょっと20分ほどになってしまったんですが、本当にたくさんの質問をお寄せいただきました。ありがとうございます。すべてのご質問にはお答えできないかとは思いますが、ここからの仕切りはちょっと荒木の方にお願いしたいと思います。代表お願いします。はい、とりあえず3人で、質問用紙を分けてありますので、まずどうしようか、どちらから、じゃあ島田先生からその質問に答えていただくと、残りの時間で私がやります。どうしようか。私の方からまず質問ですけども、ですね、質問は、現体制下での作戦を実施するにあたり、投入される自衛隊の規模、自衛官の数をどの程度見積まれているでしょうか。まあ、結論から言いますと、これははっきりわからないです。考え方だけ申し上げます。規模というのはですね、これ単に数ではなく、必要な機能です。どういう機能が必要か。これで計算されます。もちろん見積もられます。もちろんそこには、救出する被害者の数、それからその展開している、距離とかですね、まあ、そういうのも当然入ってきます。ですから、まあ、結論から言いますと、その作戦に必要な、作戦目的を達成するために必要な機能はどれくらいかということで考えて、最終的に、まあ、人数という形に出てきます。でこの時にですね、まあ、一つ注意事項としては、多ければ多いほど今度は保全、秘密ですね、どうやって秘密を保っていくかっていう、この辺のバランスがあります。答えはこのように回答させていただきます。2つ目、自衛隊が北朝鮮に上陸奪還作戦を実施したら、拉致被害者が殺されてしまうのではないでしょうか。これもですね、もうはっきりと分からないです。ですね、これ軍事的な考えです。まず最初に非人道的な表現をするかもしれませんけども、これ一つ軍事的な考えとして申し上げます。拉致被害者をこれを人質として捉えてならば、人質の価値はどこあるかなんです。ですから殺した方がいいのか、生かした方がいいのか、これは全て彼らには目的があります。もちろん作戦をしてたとしたらですよ、北朝鮮は北朝鮮の目的で、その目的にとって、この目的達成のためにこの人質はどのような価値があるかによって、どの段階で殺害するのか、あるいはしないのかは分かりません。この考えでいくと、例えばどこかのビルに誰かが5人の、まあ、例えばここをしましょう。ここに10人のテロリストが我々を人質化したとしましょう。これだけざっと見て40人ぐらいいると、まあ、大変な問題だと思います。しかしこれがですね、仮にこの10人がここに来る前にいろんな駅で重火器をぶっ放して散々人を殺してきたとしましょう。大量殺害して。で、それがずっと移動してるんですね。昔でムンバイの事件みたいなものです。それはなかなか今の警察では対話できない。ところがその犯人たちがここに入ってきて我々を人質に取った。これ軍隊的な考え方をすると、40人を人質にして彼らは止まった、捕捉ができる、次攻撃ができるなっていうふうに考えるんですよ。ですから人質の捉え方っていうのは、その作戦によって大きく変化がしますので、単純に人情というか気持ち的に殺されるんじゃないかっていうのはそれは分かりますけど、もっとシビアに価値はどうだというふうに見ますので、これも何とも言えないです。殺す場合もあるでしょうし、殺さない場合もあります。ただですね、まあ、上陸奪還作戦を実施したらとなりますんですけど、まあ、それが分からないようにするっていうのがまあ大前提ですけども、まあ、とは言うてもですね、申し上げますけども、すべて人質というのはその価値によって相手がどのようにして捉えるかによって変わってきます。で最後、体制崩壊後での作戦がより現実かと思う。ではどうやって体制崩壊させるのか、その道筋やシナリオは他にどんなことが考えるでしょうか。この現実っていうのはですね、多分拉致被害者の救出だけを見ればしやすいというだけであって、体制崩壊させるということはもうもっと大きな混乱がありますから。もっと言うならばですね、体制崩壊するとここに自衛隊を割れないかもしれません。国内をもっと警備しながら、いろんなところで自衛隊の運用が同時並行にたくさん出てきます。そうしますと、果たしてそれが現実的かっていうのも、私の説明ではですね、はっきりさせるためにこうしただけであって、それも全て作戦は見積もりがあって、
状況から判断をされてされますので、まあ、単純に現実的かどうかっていうのは作戦従事者の立場でいうとちょっと何とも言えないなっていうのがございます。はい、でこの点についてはこの質問はですね、同じくまた島田先生の方にもお答えいただければと思います。まあ、自衛隊の特殊部隊が北朝鮮で活動する場合、まあ米軍がそのバックアップ、エアカバー等含めて担ってくれる可能性どのぐらいあるんだろうかというご質問を受けましたけれども、このまあ一言で言えばアメリカと日本の信頼関係がどのぐらいあるかということだと思います。でまずですね、その情報を取るというのはこれ特殊部隊の仕事じゃないわけですから、特殊部隊はあくまで最終局面の突入救出あるいは殺害作戦を担う実力部隊で、情報を取るのはアメリカで言えば CIA だとか、アメリカというのは情報機関が16ありますけれども、まあ、それらがさまざまに活動して情報を取る。日本もですね、アメリカが取れないような内部情報等を取ってアメリカに提供する、そういうまず情報面での密接な関係があればあるほどですね、次の段階での協力ももっと踏み込んでやりましょうということになるでしょうから、やはり全体のですね、協力関係をいかに深めて日頃からいわゆる連携連動を高めておくかということになるんだろうと思います。でそので、まあ法律的な問題、まあ、憲法上の制約とかそのあたりに関してもご質問を受けたんですが、皆さんご承知のとおり、2014年3月、まあ、安倍首相がですね、安保法制の審議中に国会答弁して、この北朝鮮の内乱のような事態に関しては、その自衛隊の特殊部隊を救出のために派遣するといった対応を取ることは憲法上難しいと、こう答弁しています。この答弁は私は極めて問題だと思うんですけど、というのはこの新安保法制の審議過程でですね、安倍さんが諮問した審議会が答申の中でですね、そういう状況の時には自衛隊が行っても国際法上 OK ということになってるんだから、そういう解釈を取るべきだと、憲法上許されるという解釈を取るべきだというその答申出してるんですよね。それまだ政府のホームページに載ってますよ。なのに安保法制を出す過程でまあいろいろ内部的な反対もあったんでしょうが、そこを落としちゃってですね、憲法上できないという、解釈に行ってしまったと。ここはやはり政治責任であって今からでも、変えるべきだと思いますね。それでトランプ氏が最近、安保条約解消も考えているという趣旨の発言をしたと報じられてですね、問題になりましたけれども、まあ、特にFOXニュースのインタビューで、日本が攻撃されたらアメリカはもう死ぬ気で日本を守るために戦うよと。しかし日本はですね、要するにソニーのテレビで感染してるんじゃないのと、アメリカが攻撃された時、何もしないんでしょと、こんな不公平な同盟と言えるのかという発言がありました。まあ、それに対して日本政府はですね、いや同盟の信頼は揺らいでないとかまあ言ってますけれども、これトランプ氏は以前から言ってることであって、かつ今回の発言は私はかなり注意しないといけないと思うんですけれども、というのは2015年に彼が出した本、これ翌年の大統領選挙に備えてさまざまな課題について彼が自分の意見を書いた本ですけれども、その中でですね、トランプ氏が最もきつい言葉で非難し侮蔑感を吐露しておるのがクウェートの王族たちなんですね。というのはその1990年の湾岸戦争の時、イラクがクウェートに侵攻した。でトランプ氏の表現によれば、で米軍が
クウェート解放のために介入して、米兵が毎日血を流した。その時クウェートの王族たちはみんなフランスに逃げて、パリの高級ホテルを借り切ってテレビで観戦したと。ああ、米軍が割と盛り返したなと。許せない。というよりそんなことを許してきたアメリカがバカなんだと。私が大統領になったら絶対そんなこと許さないと書いてますが、そのクウェートの王族がテレビで見とるというイメージ、彼の表現と今回の彼の発言、共通する部分があるんでね、これは決して甘く見ない方がいいと思いますね。で、もう一つですね、法律問題で、これ政府が速やかに解釈変更すべきだという点を挙げておくと、まさに北朝鮮での救出問題にも絡むわけですけれども、いわゆるですね、その重要影響事態という概念を新安保制で政府が出してきた、その存立危機事態には至らないけれども、放置すれば日本の安全に重大な影響を与えるような事態と、例えば朝鮮半島がきな臭くなって、米軍が活動を始めた、そういう事態。この重要影響事態においては、自衛隊はですね、米軍を支援するための活動、弾薬の提供や燃料の提供まで含めてできると盛り込んだ、ここまではいいんですよ。ところがですね、そこで戦闘行為が発生したら、戦闘地域ということになると。戦闘地域で他国の軍隊と一体化した活動をすると、これは憲法違反になると。だから戦闘行為が発生したら、自衛隊は米軍への支援をやめて撤退しないといけないと。これ敵前逃亡ですよ、普通に言うとですね。で、これトランプ氏、今多分知らないと思うんで助かってますけれども、こういうの彼が知ればですね、ますます許せないという話になる。で、こんな解釈を残しといてですね、アメリカの特殊部隊と日本の特殊部隊、いざっていう時一緒に、やりましょうとか言ってもですね、お前らいざとなったら敵前逃亡で逃げると法律に書いてるじゃないかと指摘されちゃうわけで、こういうのはですね、速やかに、解釈変更しないといけないんですね。そういう問題は他にもいっぱいあるんですけれども、長くなりすぎるので、この程度にしておきます。あと私の方ですが、一つ安倍政権でもう裏金を払って帰還する交渉は行っていると思いますが、なぜ北朝鮮は話に乗ってこないんでしょうか。ある程度話に乗ってきていると思いますけれども、それが実現しないのは、要は向こうが騙し取れるという確証がないからですね。騙し取れればやると思います。ということは金払っても返ってこないということです。それから産経新聞の意見広告について、国会委員からの具体的な反応はありましたかと。全くありません。これが我が国の国会の現状であります。見てない、見てる人は結構いると思いますけども、ない。北方領土を取り返すのに、ね、戦争という話をちょっと出しただけで、あれだけヒステリックに国会全部ひっくり返して大騒ぎするわけですから、そんなところでそういうことを一言でも言おうものならというのがあるのかもしれません。あと、これあんまり今日のテーマと関係ないですけど、陸士長1等陸曹、2等陸曹、3等陸曹というのをあえて、旧軍の階級に当てはめるとすればどうなりますかと、言うんですけど、陸士長というのは兵長ですよね。で、陸曹は旧軍は5長とから軍曹と総長で、総長は私もこれまで総長でしたから、総長というのは総長順位というのは旧軍と今の自衛隊と同じ階級があります。で、その下 の陸曹は今自衛隊では 1,2,3 と分かれてましたけども、旧軍では軍曹と伍長ということなんで、2つになっているということです。それから短波放送潮風について現状をお知らせくださいというのがありまして、これは特定失踪者問題調査会の方でやっている放送ですが、この4月から2つの周波数を同時に流すようになって、これで少なくとも片方は妨害電波を抜けられるようになりました。で、周波数によってはもう妨害電波かけるのを諦めちゃったところも、あるようなので、ともかく1日2時間半の放送のかなりのところは、もう聞こえていると、いうふうに思います。で、まさに最初に申しました3つの柱のうちの1つの、
閉鎖性を立ち破ると、もう断ち切ると、打ち破るということのことでやっている放送でございますので、これ、さらに強化していきたいと。で、今までもちょっとニュースの中に紛れてやってたんですけども、今ちょっと担当している村尾の方と相談をしてまして、何分間かずつ日本語と朝鮮語の番組、私が喋っている部分で、一体北朝鮮の体制がいかに虚構にあふれたものかということをですね、5分ぐらいずつでも番組で入れていけないかということを今相談をしています。タイトルはですね、真相はこうだというのにしてですね、流そうと思ってます。で、流すときにはできればですね、今ちょっとなんとなくもうちょっとこうシェイプアップしなきゃいけないと思ってるんですが、朝鮮語もで、北朝鮮のアナウンサー、リー・チュンヒさんとかですね、ああいうのやるような語調で私もちょっと頑張って、この人間のクズとかですね、そういうのも乱用する放送をやってみたいなというふうに思ってます。で、潮風はこの今日の話の続きで言いますと、24時間放送が緊急時にはできるようにもなってます。その時また金かかるんでどうするんだってことなんですけども、ともかくもし何かあれば24時間放送ができるようになってまして、24時間放送って何をやろうとしているかというと、向こうにいる人に対して、ここに集まってくださいというようなことの情報を流すということが目的です。で、そこに集まってきた人たちを取り返しに行くのはもう自衛隊が行くということを想定をしてます。そうでなければ民間の船なんか怖くてとても行けませんから、もう自衛隊が行くということで、それを想定したことを今やっているところでございます。まだまだもちろんいろんなことをやらなければいけないんですけども、そういう意味で予備役ブルーリオンの会では、これまでですね、領域知識研究ということで、例えばチョンジンに入るとしたらばチョンジンの街の中どうなってんだとかですね、そういうことについての研究とかもやってきましたし、その方向へ向けてともかくなんとか実現をですね、させていきたいと、ともかく少しでも進めていかなきゃいけない。で、さっきちょっと生島さんの話の中で、無理やり連れて帰った人とそうでない人っていう話があったんですが、現実に言いますと、生島太郎さんは別として、特定失踪者の中でも自分から行っちゃったんじゃないかなと思われる人がですね、います。それから政府認定の拉致被害者でも有本恵子さんは自分の足で平壌まで入っているわけでありまして、つまり無理やり連れて行かれたかどうかっていうのは拉致かどうかの基準にはならないです。行ってそしてそこでですね、帰ってくるつもりが帰れなかったということまでは拉致に入るだろうと。でそうなっちゃうと今度はですね、在日朝鮮人の帰国者とか日本人妻もこれにやっぱ当たっちゃう可能性があります。それから向こうに、行って例えば無理やり連れて行かれたとしても、それで今度は向こうで生きていくために北朝鮮の工作員になるとかですね、そういうことになってしまった人もありうるんじゃないかと思います。これはまあ緊急避難として考えるしかないんですけども、そうやっていくと一体もうどこまでが拉致かっていうのは分からないです。正直言って、この人拉致です、 A さんはここまで拉致です、でも B さんは違いますってですね、この言い方はできません。自分からも好きで、北朝鮮へ工作船乗っかって密出国しちゃった人間はこれはまあ拉致じゃないですし、それからどっかでですね無理やり連れて帰って、もうそのままですね暮らしてしまった人はこれは拉致でしょうけども、その中間のグレーゾーンというのはものすごい数おそらくあるだろうと思います。で、北朝鮮は身寄りのない人、原忠明さんとか久米豊さんみたいな人を狙ってますから、警察のリストの882人の中には身寄りがない人ってのは入ってないはずです、おそらく。つまり身寄りがない人ってもちろんだから誰も家族が申告しないだろうということでやってるわけなんで、そうやって拉致をされた人ってのはもっと外にもっとたくさんいます。だから我々がいろいろあちこち全国動いてもですね、ここにいるんだけどもここのご家族はやっぱり名乗り伝のをしないんだというケースも非常にたくさんある。ですからもちろん我々のリスト、それから警察のリストの中で拉致ではない人もですねいるんでしょうけども、それ以外の人もどれだけいるか分かりません。特に在日の拉致被害者なんてことになっちゃうと、これはもう家族が分かっててももう言えば殺されると思ってますから、名乗り出ることができないなんてケースだってですね相当あるだろうと思います。
だから最終的にはあの体制潰しちまうしか方法がないわけです。もうこの場でもっと露骨に言えばあのデブを殺してしまうしか方法がないんです、正直言って。で、それによってあの拉致被害者ともかくもう一旦、日本の法律にあの準じて行った人は別として、それに関係なく向こうへ連れて行かれた人、向こうへ自分で入っちゃった人は一旦ともかく日本まで戻ってきてもらって、そして日本の中でどうするかを決めてもらうと。それでも北朝鮮へもう一回戻りたいという人がいや、もうこれはしょうがないですけども、ともかくですねあの体制を倒して、そしてこちらへですね持って帰ってで考えさせるということをしなければいけないです。これも大変な作業です。でその人の中には自分から逃げてきて、あの木造船でやってくる人もいるかもしれないし、あのこれ今のあのこの国のシステムでは絶対に対応しきれないと思います。だからシステム全体も変えていかなきゃいけない。逆に言えばこれが動くことによってこの国のシステムがですねこれまでのアメリカ従属で、アメリカに守ってもらおうなんというこの情けないシステムを変えることもできるかもしれないというふうに思っている次第でございます。まああのまあ、ともかくまだまだ解決しなければいけないことは山ほどありますけども、でもこれはですねあの絶対にできると、失われた時間を取り返すことはできませんけども、でも絶対に我々は前に進めることだけは絶対にできると思います。ご協力お願いしまして、とりあえず、ご質問への回答とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということでほぼ時間になりましたというか過ぎてしまいましたが、シンポジウムのすべてのプログラムを終了させていただきました。で、ちょっと最後に私の方からいくつかご案内があるんですが、まずお手元に、お配りしておりますアンケートの方にぜひご協力をお願いいたします。今後このシンポジウムの質を向上させていくために、記述式のところは、割愛していただいても結構ですのでご記入いただければ幸いです。また入り口の方で予備役ブルーリボンの会が、出しました自衛隊幻想という著書、それから代表荒木の北朝鮮の漂着船靖国の宴という本を販売いたしております。さらに調査会が作りましたこちらの、拉致被害者特定失踪者の皆さんが掲載されたパンフレットも一部200円で販売しておりますので、よろしければこちらの方もご覧ください。さらにその入り口のですね販売の両サイドに募金箱というのが立っております。今日のシンポジウムあの無料で開催させていただきましたが、よろしければ私どもの活動にご賛同いただけるようでしたら募金の方にもご協力をいただけますと幸いです。最後に、本日はマイクの不具合で大変耳障りな音を立ててしまいましたことを重ねてお詫び申し上げます。そしてですね本日のこのシンポジウムの様子はずっとあの YouTube で中継もしていたんですが、この後は予備役ブルーリボンの会のホームページの方でその YouTube の映像を皆さんもご覧いただくことができます。また、来月になってしまいますがチャンネル桜の番組の中でもある程度編集したものを放送させていただきますので、そちらもご覧いただければ幸いです。それでは以上をもちまして予備役ブルーリボンの会シンポジウムを終了させていただきます。長時間にわたりお付き合いいただきまして本当にどうもありがとうございました。